機が導入されます。レスガ F-35B 潜水艦は、短距離離陸垂直着陸機になり、なんで必要なのかなと、考えていたら理解できました。今回、この F-35B 導入に、護衛艦いずも、加賀、改修計画を詳しく見ていきます。護衛艦打撃群が必要になるかな。でも、潜水艦も必要だろうから最強へと。変化していますね。現在、海上自衛隊において、ヘリコプター搭載型護衛艦、DDH に分類されている護衛艦、いずも、加賀、は、F-35 ライトニング 2B 型を、艦載機とする航空母艦化改修が行われることが決定している。ここに、戦後、日本で初となる航空母艦の誕生を控えているわけなのだが、この計画が浮上した当初から、攻撃型の艦艇である航空母艦の保有は、自衛隊の専守防衛の理念に馴染まないとの批判の声もある。そうした声の多くは、主として左側の思想を標榜する方々の憲法を、堅持すべきとの意見であり、憲法に定義された戦力の保有に該当するゆえに、断固としてそれを認めたくないとの見解なのだろう。しかし、そもそも軍事兵器において何を攻撃的だと定義するかなど、甚だ基準化は困難であり、あえて言うなれば戦略爆撃旗や大陸間弾道弾、それを搭載する戦略的潜水艦などが該当することは間違いない。こうしたいわば大量破壊兵器であれば、仮想敵国に対し軍事目標とは言い切れない都市部などへの無差別攻撃に用いられる恐れも確かにあろうが、小型の航空母艦とそれは同義とは呼べないだろう。護衛艦いずも、加賀は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長248メートル、全幅 38.0メートルの艦隊に、現状では最大14機のヘリコプターの搭載が可能な艦艇である。これから実施される航空母艦化改修を終えた後には、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型を10機前後は搭載すると思われるが、正直、この数で圧倒的な打撃力を有するとまでは言えそうにない。このほど、航空自衛隊では、ここで艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の飛行隊を、宮崎県の新田原基地に新設する方向であることが、報じられたが、尖閣諸島方面への備えであることは明白だ。有事の際には、この新田原基地所属の F-35 ライトニング 2B 型を護衛艦、出雲、加賀、に搭載し、通常の陸上滑走路の確保が困難な南西諸島の防衛にそれらを投入する意図が見て取れる。ただし護衛艦出雲、加賀は固艦防衛用の兵器の搭載も極めて限定的なため、単艦で作戦行動を行うことは想定されておらず、他の護衛艦の随伴と支援の下で運用されるものと思われる。こうした航空母艦を中核とした艦隊編成は、アメリカ軍などでは空母打撃群と呼称されており、大型の原子力航空母艦を11隻も要する同海軍では、これと同数のユニット備えて世界中に展開可能だ。ちなみに、アメリカの空母打撃群1ユニットは、
最低でも中核となる。航空母艦1隻にイージス巡洋艦1隻、イージス駆逐艦2隻、攻撃型潜水艦1隻、補給艦1隻以上を随伴させる構成となっている。このため、単純計算でも、イージス巡洋艦11隻、イージス駆逐艦22隻、攻撃型潜水艦11隻以上の保有が前提となっており、実際に、イージス巡洋艦は22隻、イージス駆逐艦は80隻以上が就役している。海上自衛隊の場合、イージス巡洋艦は保有しておらず、イージス駆逐艦もようやく8隻の体制が構築できた状況であり、航空母艦1隻に対してアメリカ軍並みの艦隊編成を行うことは事実上不可能だ。海上自衛隊では金剛型4隻、愛宕型2隻、麻耶型2隻の合計8隻のアメリカのアーレイバーク級駆逐艦をベースにしたイージス艦を保有しているに過ぎず、艦隊防空のみには使用できない。これらのイージス護衛艦は、艦隊防空だけでなく、日本の弾道ミサイル防衛の任務も帯びているためであり、仮にイージス・ショアの代替となる。専用艦2隻が就役しても、まだ数に余裕はない。このため、イージス駆逐艦ではない種別の艦艇も、海上自衛隊では、いずも、加賀、に随伴させる可能性があるとみられ、その場合の候補と。言えそうなのが、汎用護衛艦の、亜気づき型や朝日型だ。亜気づき型は、基準排水量5050トン以上、満載排水量6800トン、全長 150.5 メートル、全幅 18.3 メートルの艦隊を持ち、イージス艦に、比べれば限定的だが、防空能力を備えており、4隻が就役している。この亜気づき型の発展系が朝日型であり、基準排水量5100トン以上、満載排水量6800トン、全長 151.0 メートル、全幅 18.3 メートルと、若干大型化した艦隊の最新鋭艦で2隻が就役中である。また、これらよりもさらに小型で、海外ではフリゲート艦に分類されるのが、も、神型護衛艦で、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅。16.3 メートルの規模となっている。現在コノモが2型護衛艦は、2番艦の熊野までの2隻が進水した段階で、2022年からの就役が見込まれているが、新たな中核戦力艦として、20隻以上の建造が行われる予定だとも言われている。ただし、下が2型護衛艦は、従来の護衛艦群とは別に、掃海艇と組み合わされた新たな編成が行われる予定であり、護衛艦、出雲、加賀に随伴するような運用は、現時点では想定外のようだ。